朗報ソフトバンク山川穂高をたった4年12億円で獲得する。西川を取ったオリックス W 山川とのトレードで西武に行ったかいのはどうなん。怪我かなんかでいなくなった出来高春やろ3億なわけない。シーズン40本ペースか。もうイネロースナの年俸も10億だし、やっぱり世の中金なんやな。バンク本体って運用会社らしいからとんでもない爆益出してて10億とかマジでボサやろうな。ドームじまいだし観客数多くてグッズやら広告収益丸儲けだし無敵だな。西川高すぎるやろ。よそも狙ってたんか。取りに行かなかった他の球団 W。 格安で課題の右の長距離が手に入ったな。出来高5億円くらいだろうな。セール品になってくれて助かったわ。柳田は26年までやからその間は天下やで。なんでこんな安く取れたんやろな。28は間違えてるな。にわかだは変わったのじゃなくて元に戻っただけ。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。